県の岩戸の滝天の岩戸の滝のある空道老関道は岩手県家仙群住田町にある大理石からなる商入道であり一部が観光道として公開されている大理石の中にある商入道であり総延長3635メートル高低差115メートルまでが確認されている全長百八十メートルの一般公開部は一番奥に周囲五十メートル 高さ60メートルの洞窟ドームがあり、天井の裂け目から落ちる天の岩戸の滝は、道内の滝として、日本第3位である29メートルの落差を持っていて、滝壺は、地底湖になっている。なお、滝の名称は、1958年に、老漢堂を訪問した、女流歌人の柳原美白連が命名したものである。天の岩戸の滝より、奥の飛行海部にも、 二つの滝と一つの泉があり、それぞれ住田の滝、主芸吉の滝、無限の泉と命名されている。一般公開部分の照明は整っており、懐中電灯などは特に必要ない。内部は蛇行しており所々で天井が低く、ヘルメットなしでの歩行は大変危険である。廊下道入り口の前には、気仙側の上流部が流れており、朱色の太鼓橋である風恋橋がかかっている。 1957年に洞窟の観光化を目指して作られた幅1.5メートル、長さ約13メートルの鉄筋コンクリート橋であり、名称は一般公募により地元の女子高生が命名した。八つ墓村の撮影が行われた場所近くには様相が異なる広い空間のある白蓮堂があり、入り口近くに柳原白蓮の花火器がある。 岩手県気仙郡住田町上有住屋座土葬298の81団体。割引あり岩手日報2008年2月25日長官。老館堂の価値再発見住田で、調査報告会新ホール写真に、完成インター来月開通観光振興に期待も、ありがとうございます。